はい、自転車のカゴの話、自転車のカゴの話。ちょっと前に自転車で買い物に行きまして、それで夏場だったので外でちょっとジュースをね買って、はい、缶ジュースみたいなの買って、で飲んで、でこの缶どうしようかなと思って、捨てるとこなくて、でスーパーにねついちゃったんですね。スーパーの店頭にもその捨てるとこなくて、ゴミ箱とはなくて、で持って帰るかと思うんだけど、まあ持って帰る時は持って帰ればいいんだけど、カバン入れてね。でカバンにねちょっと入らないんですね、もうパンパンで。他にも買ってるものとかありますから、パンパンで飲んだ缶ジュースの缶がねもう入らないと。じゃあ手で持ってねスーパーに入っていくのかとなりますよね。でスーパーで手で空き缶持って入ってたらちょっと変ですよね。そこで飲んだのかって言われ思われちゃうし、しょうがないから持って帰ることは持って帰るんだけど、とりあえず自分のね自転車のカゴのところ置いとこうと。でそこで駐輪場止めちゃおうと。で帰りまたねそこ来て、でカゴのまんまね、家まで帰れば、それはゴミも持って帰ることになるからね、別に大丈夫だから。でそうしようと思ってカゴに空き缶を入れて自分のチャリをね駐輪場に止めたんですよ。でスーパー行って買い物して、で帰ってきてパッて見たらね、私の自転車のカゴに空き缶が増えてるんですね。3個ありました。3個トータル3個ありましたね。私が入れたね缶が1個、それから誰かが入れた缶が2個あって、増えてると思って、もうしょうがないからそれ全部持って帰りましたよね。なんでこんなことが、こんなね超常現象が起きるのかっていうと、人はね缶が捨ててある、ここ捨てていいもんだっていうね思うらしいんです、どうもね。だから私のね自転車にカゴにこう缶が1個捨ててあるから私が置いたんだけどね、だからここはこのチャリはいいんだと思って、なんか夏場だったらみんなね缶手持ち無沙汰に持ってるから、どこ捨てようかなみたいなのになってますから、それで私の自転車のカゴに捨てていくみたいなね。だからねちょっと考えなきゃダメですよ、そういったシチュエーションで缶を、空き缶を自分のチャリのねカゴに置いていくのは、置きっぱなしにするのは。私はね持って帰るからいいと思って置いてるんであって、何ですか、増えていいとは思ってないわけね。皆さんどうぞとは思ってないし、こういった事例はね結構あるらしくって、例えば一人がね塀の上に缶を置きますよね、捨てると他人の塀の、家の塀の上ですよ。したらそれを見た人が、あここの場所捨ててもいい、置いてもいい場所なんだと思って、どんどん増えていくみたいなね、そういうのがあるらしいです、どうもね、人間の心理として。